パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ブロンコ、イギリス軍巡航戦車マーク 1A9 です。立て続けにイギリス軍の車両をレビューになっちゃいまして、僕も英国名に落ちましたかね。はい、ついに。はい、ブロンコのキットですね。ブロンコ、こういう珍しい車両っていうんですかね、よそがあまりやらない車両すごく多くて、中でもイギリス軍のこういう車両多いんですよね。はい、でも見た感じ、もう造形的に非常に魅力的な車両なんで、はい、もう面白いキットにもなると思いますね。はい、じゃあ早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。小さいパーツで、これバッテリーですね。これは車体のパーツですね。あと一部オートのパーツ入ってますね。これは車体ですね。はい、フェンダーとか入ってますね。足回りと履帯です。上部車体ですね。はい、あと砲塔入ってます。これは箱組み済みの下部車種とクリアパーツで、中に主砲塔ですね、これ入ってますね。デカールとエッチングパーツ、パーツは以上です。組み立て説明図です。ブロンコ、いつもの通り暑いですね。はい。表紙は簡単な実写の解説ですね。で、いつものように注意書きからパーツ図ですね。はい。パーツ、ランナーの種類はそんなに多くないですよね。足回りとバッテリーが2枚あるだけですね。はい、まず下部車種の工作なんですが、まずいきなり多分サスペンションの支柱の一部っていうんですかね、はい、こういったパーツがもうすでにエッチングパーツなんですよね。これ多分大きいと思いますね。で、何も書いてないですけど、折り曲げが必要ですね、これね、絵的にね。でも車体を貼り合わせちゃうんですね、こうやってね。はい、で、これは多分、後ろかな、はい。リアパネルもう一部つけちゃってますね。はい。で、これですね。多分、この時点で書いてあるんで、こういうちっちゃい取っ手類ですね。これがエッチングパーツで供給されるってことですね。はい。はい。サスペンションですね。はい。まあ、この辺は、割とシンプルな構造ですけど、うん、なんかディティール良さそうですよね。で、ロードホイールはもうこのままはめ込みですね、このままね。はい、接着ですね。はい、で、これがもう片側のやつですかね。はい、なるほど。うん、これ後ろ側のやつですね。これが前で、で、こういう形で機動輪とサスペンションとロードホイール、リターンローラーですね。はい、こういったものを全部つけていくわけですね。はい、で、そこかしこにやっぱりエッチングパーツがやっぱありますね、細かい。サスペンション組み付けですね。で、これは誘導輪ですね。はい、まあ左と右で中央機ですが、で、履帯の組み付けだと部分分割式ですね。うん、車体の工作そのものは結構割とサクサク進みますね。こういったパネル類をつけて、で、これ正面は運転席ですかね、これね、レイアウト的に。はい、
覗き窓とかハッチ類とか走行班をつけて、で後ろのエンジンルームの上にパネルをつけたりしてますね、うん。ここは細かいパーツですね。ターレットリングの周りとか、あとライトとか消火器つけてますね、うん。エッチングパーツはまあ基本的に色分けされてるんで分かりやすいですかね、はい。で、まあ、一番目立つ、重座っていうんですかね。重砲塔。はい。この右と左が一応こう分かれてますと。うん。で、こういう形になりますと。この辺が、ちょっと分かりづらいんですけど、こういう形になると。うん。で、バッテリーですね。これバッテリーですね。ラックだとか取り付ける、こう、器具っていうんですかね。これがエッチングパーツですね。はい。これかなり大判のものになると思いますね。うん。で、フェンダーとサイドスカートですね。これ逆側。はい。これライセンスプレートかな。はい。あ、これも逆側ですね。はいはい。で、ここからは、砲塔ですね。主砲ですね。これですね。長方針ですね。それから短方針の砲兵砲とバリエーションが2つありますね。うん。で、砲塔の組み立てですね。まあ、なんだろう。細かいですよね。はい。エッチングパーツも結構使ってますし、こういうパーツの分割とかもかなり細かいですよね。で、一応、取り付けイメージの、はい、指示がありますね。これ助かりますね。で、短方針つけた場合と長方針の、はい、組み立て、はい。で、これは排気管ですね。本体はモナカで、メッシュを巻いて、これをつけて、こういう感じで工作をしてつけると。はい。うん。はい。で、砲塔乗せて、でも残りは細かいパーツですね。もう工具類だとか、それからアンテナのベースとか、あと道具箱の止めベルトがエッチングパーツだとか、で、反対側で完成だと。はい。ここからは塗装図ですね。はい。これはもうダークエロ一色で、もう北アフリカですね。はい。これもそうですね。はい。まあ、イギリス軍の、おなじみの、こう、迷彩色っていうんですかね。はい。で、これは、ヨーロッパ戦線ですね。はい。全部で3種類ありますね。クリアパーツです。シンプルに、ライトのレンズと、ペリスコープですね。デカールです。まず発色がすごくいいですね。はい。で、余白もちっちゃいです。はい。まあ、イギリス軍の車両らしいっていうか、まあ、車体マークですね。あと、まあ、車体番号ですね。1枚目のエッチングパーツですね。はい。この穴の開いてるやつは、サスペンションの器具の、はい。取り付けの支柱ですね。はい。まず、このパーツ、あんまり厚くないんで、この辺のパーツは、ちょっと、強度が、僕的には心配ですかね。で、見た通り、2段階に分けて折らないといけないみたいなんで、こうどういう角度で、はい、曲がってるのかは、まあできればインストラクション欲しかったですよね。はい。これはマフラーのカバーですよね。あと、こういった多分後ろのフェンダーの付け根の、はい、支柱とか、意外にこう曲げて貼り付けるものが多いですね。こういうところはまあ瞬間接着剤でもいいんでしょうけど、ハンダ付けしたいですよね。はい。2枚目のエッチングパーツです。一番大きいやつは車体後部のバッテリーのラックですね。はい。はい。で、まあこれが車体につくいわゆるちっちゃい取っ手。はい。で、これが道具箱の、まあ、取り付けベルトっていうんですか、バックルとかついてますよね。で、こういう、これもやっぱり、こう、
折り込み線ついてるんで折らなきゃいけない、はい、今回折んなきゃいけないものでちっちゃいやつがすごく多いですね、はい、工作結構難しそうだな、はい、あ、ここ水見の下部車体ですね、はい、走行表面は梨地ですけど結構ザラザラしてますね。これ質感的にすごくいいですね、なんとなくね、はい、でまあこういうあのディティールっていうんですか、あのリベットのディティールがすごくいいですね、はい、あのなんだろう、適度なデフォルメっていうんですかね、はい、あのすごく目立つっていうんですか、はい、いい意味で目立つ感じで、この辺のパーツ割りとかもすごく独特で、ここにあの気取りの器具とリアパネルのパーツがくっつくわけですけど、こういうところを一体モールドにしてるんですよね、はい、これそこですね、うん、あのこう雰囲気がいいっていうんですかね、はい、すごくあの見栄えがするようなこういうとことかも一発で綺麗に抜いてて、あの本当にここのメーカー成形技術高いですよね、うん、手法とですね、はい、もうほぼほぼ一体形成ですね、まあ単純なあの平面で箱組みになってるんで、あの成形はしやすい、はい、形なんですかね、はい、あの底表面は本当にいい感じのザラザラ感があって、このあのこうレベットだらけの、はい、ディティールと相まってもういいですね、まあまあ僕の大好きな感じで、これもそうですね、あの前回やったドッチェスターみたいなこう支柱がついててリベット止めされてる、この辺がもうものすごいシャープなんですよ、はい、で後ろのこういうディティールとか、はい、いやあのこれもうあのもうこの時点でこれ塗装するの絶対楽しいですよね、これね、はい、まずもうこれだけリベットがあるんで、はい、手間かかりますけど、上部車体ですね、はい、これ結構複雑な形をこう一発で抜いてますよね、はい、あのこれすごいですよね、はい、で面白いのはあのこういうあの底表面とこういうところですね、はい、がもう全然違ってて、ここまあツルペタでリベットモールドはあると、はい、ただあの外部装甲とこういうあの天井の補助材は違う後半かもしれないんで、まあこういう風にできてるのかもしれないですよね、はい、でこれがまあ多分運転席ですか、はい、まあ今回はあのハッチですよね、で正面の覗き窓のところの他にはあの横につく走行班を分けてるわけですよ、で正面もこういうところは一体形成で、ここのあの正面のパネルが分けてるんですね、はい、面白い、はい、本当に面白い分割ですよね、うん、後ろの方もこういう感じで、まあヒンジもリベットもすごいシャープでいいですね、うん、はい、こういう細かいところもあのドラゴンとかだとこういうのをね分けてきそうですけど、もうこれで十分ですね、うん、ものすごいシャープですよね、はい、車体正面の副砲塔ですね、これパーツ番号が一応振ってあって左右きちんと区別されてますね、はい、もうこういう感じでまあほぼ一体形成ですよね、上のディティールはもうこういう感じです、はい、もうこれは見てもらいましょうかね、こういう感じです、もうものすごいシャープに抜けてますよね、僕の親指がこの大きさですから、はい、いやもうすごいですね、これはね本当にすごいですわ、すいません、これは僕バッテリーって言いましたけどバッテリーじゃないですね、はい、すいません間違えました、あの水とかオイルとか入ってるちっちゃい缶ですね、はい、同じランナーが2枚入ってます、こっちがケースで、これがあの上蓋で、水と多分オイルかなんかなんですかね、はい、一応2種類ついてますね、でこちらが注ぎ口、はい、あとあのまあ取っ手っていうんですか、はい、がエッチングパーツでついてましたね、はい、車体につく細かいパーツですね、はい、もうまず全体的にもうあの総じてシャープですね、もう
細かいパーツものすごいシャープですね。まあこれはまあ砲塔の底なんですけど、まあこういうところしっかりできてますし、これあの正面の銃座の銃身ですよね、機関銃のね、はい、まあ、一体形成ですけどしっかりできてますね。もうこういうあの細かいパーツですか、あとこういうやつですね、はい、まあ本当に成形っていうんですかね、あの切り離しとか削ったりするのに気を使っちゃわなきゃいけないくらいに細かいですよね、はい。これは排気管ですよね、本体から出る方ですよね、はい。カバーとかもう一体モールドなんですけど、リベットとかもう一体形成で、いやーすげーシャープだな、はいはい。これは排気管の方ですよね、はい、穴開いてますよね、はい。いやもうなんだろう、これは見てくださいっていうだけでいいかな、はい。これ道具箱ですよね、左右のもうもうこの出来ですんでね、はい。でさらに止めてるベルトが一部パーツで、型がついてるわけですよね。これはどっかのハッチかな、はい。いやすごいな、これこれは排気管の本体ですよね。でこれ道具類、はい。通常のクランプじゃなくてもうあのこうボルト止めですよね、これリベットじゃなくてこういう感じで止まってるものがしっかりで、これ多分あのスコップここにはめてあのホルダーが H パーツになってましたから、そういうところ適宜こう一体形成しちゃうとリアルじゃないところは H パーツみたいな、うん、これ正面走行ですね、はい。このあまあさすがにこの補強材とかまで入れちゃうと一体形成大変だったんですね、はい。いやすげえな、これこれ正面の覗き窓かで、これリアパネルですね。砲塔のパーツです。長方針と短方針ですね、各1枚ずつランナー入ってますね。まず長方針からですね、はい。あの方針方向はもちろん入ってます。でパーツがもう全部分かれちゃってるので、まあ基本的にあのこういうパネルからもうそもそも全部違ってたってことですね、はい。まあご覧の通りですね、はい。いやもうシャープですねとしか言いようがないですかね、はい。これは単方針の方ですね、はい。まあこういう感じですね、はい。でちなみに単方針あのまあもちろん方向は空いてるんですけど、ライフリングマーク切ってありますね。車体につくパーツですね、まあ主にフェンダーとかサイドスカートですね、フェンダーですね、はい。まあ、 あのこういうブラケットとか、はい、一体形成ですけど、もうこの精度ならもう何の問題もないですよね、はい、うん。まあ本当に工作の手間が省けていいですよね、はい。でねこれ薄いんですよすごく、はい。まあ、当然やっぱりあの削ってこうダメージ加工とかするときに厚さが問題になるんですけど、これはあのかなり薄いですね、はい。でちなみにこういうあのこう作業中のパーツは今回は使わないですね、はい。あの多分A 点かな、はい。ブロンコは多分そういうのも出してるんで共用パーツですね、これもそうですね、はい。この辺は車体につくパネルとか、あとはこれハッチですね、どっかのね、はい。10号棟のハッチかな、2つあるから。これはライトのハウジングとか、はい。いやいいですよね。でやっぱりあのこういうあのこう薄くないパーツが厚くなくできてるっていうんですかね、はい。でもこういう細いものは細い、はい。いやもうすごい、はい、すごいですね、はい。素晴らしいですよね、はい、うん。でさらに一体形成のフェンダーがもう一組ですね、はい、うん。これはもうあの前後全部一体形成ですよね、はい。まあこれもこれですごいですよね、はい。これは反対側のフェンダーですね、はい。でサイドスカートですね、はい。あのまあイギリス軍の車両なんで、まあこういうのついてること多いですけど、いや
いいですね。これも厚くないですね。で、こういうあの補強材、まあすごいシャープですね。うん。これ辺であの外側、サイドスカートの外側ですよね。うん。いや、いいですね。うん、これはヨドリの、はい、キムのパーツですね。うん。これは、あれですね。あの、履帯のあの、多分、車輪に巻きつけるやつですね。はい。部分分割式の一部ですね。このパーツ、機銃の銃口です。はい。あの、銃口はもちろん入ってますし、ちっちゃって感じですよね。はい。ちなみに今回の工作で使うフェンダーはこっちの方でした。足回りと履帯のパーツですね。はい。同じランナーが2枚入ってます。細かいパーツからいきましょうかね。これ、タレットリングの、あの、基部ですね。はい。で、これ多分、ペリスコープかな。あの、砲塔につく。はい。で、これが多分、排気管のホルダーですね。はい。こういう、あの、止めてる、はい、ボルトらしきものもしっかりできてて。これ、ライトハウジングですね。はい。うん。で、こう、手すりとか、超ネジとか、もう、なんか、ウィニアリーさらに渡ってっていうんですかね。はい。これは消火器か。はい。これは、あの、多分、ヘッドライトのシールドですよね。うん。いや、もう、あの、笑っちゃいますね。はい。すんげえな、これ。これは、ロードホイールの、一番前と後ろの大きい方のやつですね。はい。うん。これは、キドリンのケース。で、キドリンですね。はい。あの、ギアに、まあ、ゲートはかかってるんですけど、この形式ならば、きっちり削れますよね。うん。これ、サスペンションの、あの、ピボットの本体っていうんですかね。はい。うん。これは、リターンローラーですね。と、サスペンションスプリング。うん。シャープでいいですよね。で、パーティングラインがね、ものすごい細いんですよ。なんで、これは多分あの、スプリングをちょっとやするだけで消えますよね。うん。で、ロードホイールですね。これ内側のやつだな。はい。うん。こういう感じで。で、これがアームですね。はい。スイングするアーム。いやー。いや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 、もういいですね。はい。で、これがスイングアームの、表側ですね。はい、見える方。はい。部分分割式の履帯ですね。はい。これが、まあ、長いところなんで、接地面とかですかね。はい。あと、上の方。うん。ギザギザしてるっていうんですかね。接地面の。こういうところもしっかり表現されてますね。で、あとはまあ、細かいピースですね。うん。削りやすそうな感じですよね。はい。で、これがいくつか分割されてる方ですね。履帯の裏側ですね。はい。あの、これだけ盛大に口がついてるんですけど、押し出し面の跡はやっぱありますね。はい。これ、移行期にありますね。うん。まあ、でも、これ、処理しなくてもいいかもしれないですよね。見えないかもしれないですね。これ、うん、ここに関してはですね。はい。で、バラのピースは全部ついてるんですよ。はい。うん、で、へこんでるんで、まあ、やっぱり、削るしかないかな。はい。うん、一応、パテ、へこんでるんで、まあ、パテ盛りして削る必要があるかな。はい。ただ、まあ、ね、基本、こういうやつは、あの、シャリに巻きつけるやつが主なんで、全部やんなくていい。ですね、はい、はい、いくつか連結してある方もやっぱり一向期ぐらいにはありますね。うん、まあでもこれはしょうがないかなって感じですかね。はい、こういう感じでランナーに埋め込んじゃってますんでね。はい、うん、パーツの紹介は以上です。総評です。もう圧巻でしたね。あのディティールっていうんですかね、情報量が、あのまあともすれば細かいね、ディティールって、どうしても、細っちゃって、あの、
貧弱に見えがちなんですけど、もう、まあ、ここのメーカーは、本当そういうことなくて、はい。レビュー中で言った通り、その、塗装が楽しそうだって言いましたけど、もう、本当に、まあ、こういうリベットがいっぱいついてて、で、その、まあ、複雑な構造しているっていうんですか、はい、奥まったところが多いところとか、もう本当に塗装は楽しそうですね。あ、まあ、ウェザリングとか、はい。まあ、ブロンコってすごく特殊なメーカーだって僕は思ってて、こだわりが、こうかなりこう激しいっていうんですかね、はい、細密表現に対するこだわりが。で、そういったところがもう今回パーツの分割にも出てましたよね。はい、車体なんかはかなりな精度で一体形成されてましたけど、やっぱりやりきれないところはもうちゃんとパーツ分割して、でそこをきちんと成形するみたいな、はい、そういうこだわりが、はい、もうすごかったですね。はい、まあ、ただ難点はですね、はい、組み立て大変ですねこれね。もう特にエッチングパーツなんかは全然説明もなくて、はい、ここにこの番号のパーツつけますよっていう、まあ、色分けの説明はちゃんとありましたけど、まあ、こういう角度で折るとか、はいはい、そういうのが一切なかったんで、もう、なんていうんですか、そういうのを知ってる人向けっていうんですか、もう分かってるでしょみたいな感じがして、ちょっとまあ、突き放された感じはしますけど、はい、まあ、寝ずに上級者じゃなくても、ビギナーの人でも一生懸命コツコツ作れば、素晴らしいキットになるっていう感じですね。はい。いや、もう本当にもう全ての人にお勧めするとは言い難いですけど、まあ、こういう珍しい車両とかね、あと、英国名に落ちてる人はもうおすすめです。はい。で、最後に、まあ、履帯ですけど、やっぱり、パーツの組み立てとかをいろいろ、図見たりした感じですけど、全部押し出しピンだと消さなくても、はい。まあ、特に問題はなさそうですね。はい。組み立てながらやっぱりこう見えるところっていうんですか、はい、そこだけ消してあげればいいっていう感じでしたね。はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。